宇都宮彩さん。おはようございます。日本共産党宮津市会議員団を代表し、私宇都宮彩の方から、全部で6点質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。まずはじめに持続可能な環境づくり推進事業についてです。瀬谷地区において水源探査、具体には電磁探査および放射能探査とのことですが、探査の具体の場所はどのあたりなのか、また電磁探査、放射能探査の箇所数はそれぞれ何箇所で行われたのかお伺いしたいと思います。前田産業建設部長。はい、水源探査につきましては、瀬谷高原、家族旅行村跡地全域と、その周辺の耕作地で実施をいたしました。電磁探査の測点につきましては25点、放射能探査の測点は64点でございます。宇都宮彩さん。では電磁探査、放射能探査の結果、周辺の生活環境や農業用水などへの影響は限定的との答弁がございましたが、しかし用水調査をすれば具体の水量が分かり、影響は限定的との答弁が覆る可能性もあるのではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。前田産業建設部長。訂正いたします。前田産業経済部長。所管別質疑の方でも、ご答弁させていただいております通り、私屈にかかります、地元の同意が得られておりませんので、用水試験が、実施できず、使用可能な水量の方は不明となっております。電磁探査、放射能探査等の結果、地下水の淡水量の規模が、極めて、多量に存在すると想定されることから、採水に伴う影響は限定的との報告をいただいておるというところでございます。加えまして、現在の農業用水等は、深度20から60メートルの比較的浅い層から採出されていますが、今回の調査で最も有望とされた地点では、500メートル以上の断裂構造が見られまして、100メートルから500メートルからの採水が想定されることからも、採水に伴う影響は限定的と考えられております。以上です。宇都宮彩さん。では、再生可能エネルギーを活用した企業とは具体にどのような企業なのか、その企業はどのくらいの通量を必要とする企業なのか、お伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。はい、今回の調査につきましては、公共施設再編方針に基づきまして、令和2年度末に、指定管理を廃止した瀬谷高原家族旅行村の再活用による瀬谷地区の活性化を図るため、実施をいたしております。またこの財源につきましては、10分の10の有利な補助金を活用することによりまして、単独ではできない調査を行ったものでございます。ご質問いただきました企業の詳細につきましては、企業情報のため、お答えできませんが、再生可能エネルギーを活用した宿泊施設等をはじめ、当該エリアの再生に向けた事業提案を数社からいただいており、また、地元に対して直接説明を行いたいとの意向を示された企業もあり、その旨、地元の方に対しまして、本年1月から説明会の開催をお願いしておりますが、未だご返事をいただいていないという状況でございます。所管別質疑でも答弁させていただきました通り、まずは地元として受け入れ意向の確認が必要と考えておりまして、意向を確認をさせていただいております。まだ回答のが得られていない状況でありますことから、企業とは必要な数量等の具体の交渉ができていない状況でございます。以上です。宇都宮彩さん。次にですね、森林管理事業についてです。平成31年4月1日2019年ですけれども、森林管理、法というものが、施行されましたということで、森林管理、
新人経営管理制度がスタート、まあ、そういった中で、宮津市の森林管理事業について伺いたいと思います。23件、面積 23.86 ヘクタールの経営管理権集積計画を作成したとあります。森林協会などをどの程度まで明確にしたのか、面積は実測面積か、または森林数は何箇所あったのかお伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。協会の明確化につきましては、ドローン空撮の画像をオルソ画像処理化した、まあ、いわゆる、現況の航空写真を使用し、現況に応じた人工林の区域を明示をいたしております。現地立ち会いにつきましては、新任所有者の世代交代等で協会に精通した方が不在であったり、高齢化で現地にお越しいただくことができないなどにより実施はいたしておりません。これにつきましては事前に調査で同意をいただいておるところでございます。面積につきましては登記簿面積としています。森林数は63筆箇所となっております。宇都宮彩さん。経営管理権集積計画を作成する上でトラブル等はなかったのかお伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。必要に応じまして、地元地権者への説明を行っております。そもそも、まあ、同意があった方に、を対象としておりますので、トラブルは、ありませんでした。以上です。宇都宮彩さん。森林経営管理法によって、市町村による、管理権の設定が可能となりましたが、どのような場所に可能となるのかお伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。森林所有者の宮津市に、預けたいとの意向、および、集積計画の作成について同意が確認できた人工林について、その人工林が間伐が不十分で適切な森林管理が必要であると市が判断し、広告した場合に、可能となるものでございます。今回23件についてはすべて同意を得ております。なお特例としまして、森林所有者が死亡しかつ法定相続人が不在の場合等、いわゆる、所有者不明の森林については経営管理権集積計画を作成する旨の広告を行い、6ヶ月間申し出がなければ京都府知事の裁定を受け、対象の筆についての集積計画の広告後森林の整備が可能となるものでございます。これはまあ宮津市ではまだ該当特例は実施がないという状況でございます。以上です。宇都宮彩さん。経営管理権集積計画では10年間の経営管理権の存続期間中に、森林管理主に間伐を何回実施することになっているのかお伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。杉ヒノキの人工について間伐を1回実施する計画としております。宇都宮彩さん。経営管理の結果生じた木材の販売による収益はどこに帰属するのかお伺いをします。前田産業経済部長。販売額からかかった経費を差し引いた利益につきましては森林所有者に帰属することになります。ただし今回の23件については林業経営に適さない人工林としてすでに市として判断しており、今回の集積計画においては利益は発生せず、森林所有者への利益の還元はないものとなっております。宇都宮彩さん。では森林管理が必要となる市内全体の面積は約1400ヘクタールとなっています。1年で 23.86 ヘクタールの進捗であれば、単純計算すれば市全域で全てで事業が終了するまでに59年かかりますが、59年間も
森林環境譲与税が譲与されるとは考えにくいわけです。この事業がなるべく短期間で終了するよう、効率的な事業執行が求められます。そのためには、どういった手立てを講じることとしているのか、お伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。まずは、モデル区での取り組みに注力しまして、今後に向けての手法を構築していきたいというふうに考えております。現在の課題としまして、1点目は、所有不明森林の割合が想定以上であり、この所有者調べに膨大な日数を要しております。2点目です。本市の地域特性として、個人所有の人工林が広域的、広範囲に点在し、かつ細分化しており、経営管理権集積計画の作成の足かせになっていることが挙げられます。効率的な手法の構築について、モデル区での取り組みを通じて、現在まさに検証、研究をしているところでございます。以上です。宇都宮彩さん。次に水道事業会計についてお伺いをします。決算委員会質疑において、給水停止措置件数は令和4年度が86件、実人数が49人でありましあったものが、令和5年度には121件、実人数が84人となりましたとの答弁がありましたが、給水停止措置件数、実人数とともに大幅に増加した理由は何かお伺いをします。森口建設部長。理由については不明ということです。なお、一度だけ給水停止となったという方が、令和4年度に比べまして、令和5年度は増えている、こういう状況にはあるということです。ただ、その方々もその後はきっちりと納付をしていただいております。宇都宮彩さん。でしたら、令和5年10月から水道料金と同時に徴収する下水道料金が平均 25% 引き上げられていますが、これの影響もあるのではないかと考えますが、見解をお伺いします。森口建設部長。委員おっしゃったように、下水道料金、昨年の10月から改定をしたということです。で、その上半期と下半期の、その件数を、給水停止措置の件数を調べてみました。上半期で63件ということです。で、下半期で58件ということでございますので、その影響はこの数字上はないものと考えております。宇都宮彩さん。給水停止措置を行った水道使用者84世帯のうち、市民税非課税世帯は何世帯かお伺いします。森口建設部長。水道事業においては、使用者の市民税の課税状況の調査権限はないということでございますので、答弁とさせていただきます。宇都宮彩さん。令和の4年度及び令和5年度の分納誓約書提出人数と、その実人数はどのぐらいなのかお伺いします。森口建設部長。令和4年度は6件、そして令和5年度は7件の分納誓約書の提出がありました。提出人数と実人数は同じであります。宇都宮彩さん。給水停止措置は滞納月数に月数がどのぐらいになれば行うんでしょうか。分納誓約書提出者の場合、どのような状況になれば給水停止措置を行うかお伺いします。森口建設部長。委員ご承知の通り、未納者に対しては一定の手続きというものを行います。これはまず督促を行う、そして催告、そして給水停止予告というものを行います。こういう手続きをした上でなお、滞納されている方がいる場合は給水停止措置をするということですけれども、それは一月でも給水停止措置を行うということであります。から分納誓約書を提出されている方についてであります。誓約書の納付期日でありましたり、納付金額通りに履行されないという場合には、給水停止措置を行っております。
宇都宮彩さん、給水停止措置は世帯の所得状況に関係なく機械的に行っているのか、再度お伺いします。森口建設部長、条例規則に基づいて、機械的にといいますかしっかりと行っております。宇都宮彩さん、では次の質問に参ります。学校給食運営事業です。学校給食センター方式に代わり本年度で、6年が経過したことと思いますが、地産地消費などの地元の活用について決算委員会で質疑を行ってきましたが、もう少し具体的にお伺いしたいと思います。野菜以外の食材と調達は約4割程度と伺っておりますけれども、具体的にどのようなものなのか、また食品以外の地元の調達についても合わせてお願いいたします。長浜教育次長、はじめに決算委員会において野菜以外の個別食材調達の割合との議員のご質問に対しまして、令和5年度の食材と調達制度登録者からの調達食材、これは野菜を含んだ割合になるんですが、4割程度と答弁したものでございます。この4割のうち野菜以外の食材としましては、魚や肉、味噌、果物、大豆、春雨、ゼリー用のジュースなどでございます。次に食品以外の地元調達についてでございますが、給食調理業務を委託しておりますハーベスト株式会社においては、洗剤とか事務用品などの社内物品の調達については本社にて宮津市外の業者へ一括発注していると伺っております。宇都宮彩さん、では公益法人京都府学校給食会から購入されている具体的なものは何でしょうか、お伺いしたいと思います。長浜教育次長、本市では公益法人京都府学校給食会からお米、宮津産コシヒカリになるんですけれども、米、パン、それから醤油、砂糖、塩、削り節などの調味料類、またみかん、黄桃、パインなどの缶詰類、食用油や小麦粉などアレルギーに配慮し、残留農薬検査とか穀物検査、また異物除去などに異物除去などを経ました安全安心なものを中心に購入しております。宇都宮彩さん、では、そのうち冷凍食材はどのぐらいあるのか伺いたいと思います。長浜教育次長、令和5年度のものにつきましては、特に魚のヒレなんかは冷凍で購入しているんですが、ちょっと具体的な数字は今持ち合わせておりません。宇都宮彩さん、今お魚の方だと伺いましたけど、肉などの扱いというのはございますでしょうか、お伺いしたいと思います。長浜教育次長、はい、一部には鶏肉のももの冷凍なんかも購入しております。宇都宮彩さん、はい、分かりました。学校給食会から先ほどお米の方も購入ということで宮津さんのものですけれども、流通というのは具体的にどのように流れになっているのか伺いしたいと思います。長浜教育次長、宮津産のコシヒカリなんですけれども、やはり貯蔵するのに冷蔵基準とかございますので、それを学校給食会の方で管理するということで、一旦、学校給食会の方から、購入するという形になっております。宇都宮彩さん、わかりました。学校給食会の方で貯蔵したものということなんですけれども、宮津さんのお米が学校給食会にはどのように流れていくのか、ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。
長浜教育次長。申し訳ありません。これ以上具体的というのと、今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので。宇都宮彩さん。わかりました。次ですけども、食材は金額ベースで地元産、市内が約2割と伺って説明聞きましたけども、具体的にお伺いしたいと思います。長浜教育次長。はい、京都府学校給食会とか地元の業者から購入している地元産の食材について具体的にということですけれども、野菜類をはじめとしまして、先ほど申し上げました米、魚類、それから海藻、豆腐、かまぼこ、味噌などでございます。宇都宮彩さん。はい、わかりました。また、委員会の時に京都府内の5割ということで伺ったんですけれども、5割とは具体的にどんなものだったのか教えていただきたいと思います。長浜教育次長。はい、大きいものでしたら京都府内ですと牛乳ですね、こちらの方が京都府内ということになります。それから、魚類でもマリンフーズから仕入れているものですとか、それから煮干し等でも稲の方から仕入れているものというところが具体的な食材でございます。宇都宮彩さん。では給食センターがスタートしてから、地産地消の占める割合についての経年変化についてどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい、食材調達制度登録者及び学校給食会から購入している地場産物、品目ベースですけれども、令和元年度から4年度までの割合を調べますと、府内産で約4割、またの市内産で約3割と、これは横ばいで推移しております。宇都宮彩さん。令和5年度では、登録件数が43件ということで、決算報告ございましたけれども、宮津市学校給食食材制度によって地産地消の促進等を図るために、具体的に登録等を増やすための方策というのは、何かございますでしょうか。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。具体的に登録を増やすための方策については、決算委員会でも答弁した通りですが、また新規就農者等の登録も合わせまして、産業経済部と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。宇都宮彩さん。では次の質問です。公民館管理運営事業について質問いたします。令和5年度決算では、日置地区の小学校の生徒さんですけれども、放課後の見守り活動が週1回の実施との答弁がございましたが、本来予定されていた回数は週何回であったのかお伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい、当初は週3回程度の実施を予定しておりました。一部には週3回以上の開設を希望される保護者もいらっしゃいますけれども、利用のニーズ、また運営体制から現在週に 1,2 回の実施となっております。宇都宮彩さん。わかりました。この活動についてですけれども、確かご答弁、質疑の時には10人程度のスタッフということでございましたけれども、そのうち小学校の保護者って何人なっておられるか分かりましたらお願いしたいと思います。長浜教育次長。はい、保護者の方であったり、また公民館の方であったり、地域の方であるというところから、ちょっと保護者のみが何名いらっしゃるかは今のところ分かりません。申し訳ありません。
宇都宮彩さん。分かりました。先ほど、週3回以上ということで当初はございましたけれども、ニーズなり体制が整わなかったというのが、これが理由ですけれども、他にも理由等がありましたら、お答えいただきたいなと思います。長浜教育次長。他にはございません。利用されている方の声も聞く中で、一部には先ほども申しましたが、もっとたくさんの解説をという望む声もあったんですけれども、週1回充実しているという声もいただく中で、このような理由で週1、2回の実施となっております。宇都宮彩さん。分かりました。週に 1,2 回ということですけれども、実際にはご希望されたりとか、一人あってもニーズがあると私は思うんですけれども、市から何か人的な支援等はございましたでしょうか。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。今年度、宮津市教育委員会としても、見守り活動として実施するということで予算の時に申し上げた通りです。人員の体制にしましては、今後も今関わっていただいているスタッフを中心に、他にも学校運営協議会ですとか、また民生委員、それから教育委員会からも要望がありましたら、スタッフの人数について増加できるように対応してまいりたいと考えております。宇都宮彩さん。分かりました。でしたら、そういった中で、私が知る中ではやはりスタッフは結構保護者である、児童の、お母さんであったり、お父さんであったりということになると思うんですけども、このどうしてもお仕事に行ったりする関係でスタッフが減少してくる、運営が困難になってきた場合の対応はどのように考えているんでしょうか。お伺いします。長浜教育次長。保護者の方にも大変お世話になって、スタッフとして尽力いただいていることは存じております。またその他で地域の、例えば青嵐荘ですとか、それから駐在所の方からも講師に入っていただいたり、地域の関係というのがとても濃厚ですので、その辺も含めまして事業の継続充実を考えていきたいと思っております。宇都宮彩さん。では次の質問です。令和5年度宮津市の教育重点には重点目標1、生涯にわたる多様な学習機会の拡充の項目6では、放課後の子どもたちの安全安心な居場所を確保するため、日置小学校において、放課後見守り活動を保護者、地域の参画を得て実施するとしておりますけれども、放課後の学童設置のある他校と比較して、数字で示した場合、どのぐらい安全安心が図られたのか、お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。安心安全を数値で比較ということですが、それは大変難しいと思っております。放課後の子どもの居場所の時間で言いましたら、日置地区の、放課後見守り活動は先ほど申し上げましたように週 1,2 回程度、それから他の放課後児童クラブは週5日の開設となっております。しかし活動内容ですけれども、見守り活動では子どもたちもよく知っている地域の方が子ども一人一人の宿題ですとか自主活動を指導していただいたり、野外クッキングとか、それから先ほども申し上げましたが青嵐荘の栄養管理士さんの栄養の話ですとか、工作、それから日置駐在さんからの交通安全教室とか、またパティシエ教室など放課後児童クラブではなかなか実施できない充実した活動を行っております。そのことから総合的に見まして安全安心を数字ですることはできないものと思っております。宇都宮彩さん。分かりました。でした
ですね、まあ、今後の日置小学校区の子どもたちの児童数の見出しっていうのはどのようにお持ちでしょうか。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい、日置小学校の児童数です。今年度全児童数27人になっております。この数字は令和9年度まではあまり増減ないところと見込んでおります。令和10年度からは全校児童数20人前後で、またこれは福祉学級が2学級設置すられる見込みになるんですけれども、そのように見込んでおります。宇都宮彩さん。分かりました。それと近隣市町のこの放課後の学童保育の状況っていうのがどのようになっているのか伺いたいと思います。長浜教育次長。はい、近隣市町の学童放課後児童クラブなんですけれども、学校敷地内、また近隣の施設ですとか地域公民館などを利用して設置されているようです。設置されております。その多くが市町の直営ですとか委託による運営なんですけれども、中には地元で地域でしっかりと運営されている放課後児童クラブもあります。宇都宮彩さん。市は学校再編のある小学校には学童保育、まあ、いわゆる、放課後児童クラブは設置を行えないとしておりますけれども、女性の社会進出の視点からどのように、お考えでしょうか。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。放課後児童クラブ、これ就労等によりまして、昼間保護者が家庭にいない小学生に放課後等に適切な遊び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的に設置しているものでございます。これまでからお答えしている通り、日置小学校区に新たに放課後児童クラブを設置する予定はございませんが、放課後見守り活動ですね、利用者のニーズをお聞きしながら現在の放課後見守り活動について継続充実に努めたいと考えております。宇都宮彩さん。では、次の質問です。最後かな。はい、有害鳥獣対策事業について質問いたします。まあ、今稼働している原用化の施設ですけれども、令和5年度の周期の数値はどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。有害鳥獣処理施設の周期です。まあ、匂いセンサーによる周期レベル値を、駅のトイレ並みの130から290を一つの目標指標として周期軽減に取り組んでまいっております。数値としては、処理装置前で投入扉を閉じた状態で令和3年度の294から525から、令和4年度平均値は204になっております。令和5年度の平均値は153ということで、51ポイント改善をしたところでございます。なお、周期の改善状況につきましては、令和5年9月の地元説明会において、一定の評価を、の声をいただいており、また、本年3月の地元説明会においても、周期改善の説明を行い、今年度の稼働についてご理解をいただいているところでございます。宇都宮彩さん。では、具体的にちょっと聞きたいんですけれども、今数値の改善が図られたということだったんですけれども、具体的にどんな周期がどれだけ改善されたのか、令和4年度と比較して、もう少し具体的にお示しください。前田産業経済部長。はい、今申し上げました、施設、装置の処理装置前の、投入扉のところでございます。令和4年度は、
まあ、300を超える数値っていうのが、まあ、結構毎月、あったかなと、最大で、まあ、そういった状態ということでした。で、5年度につきましては、平均値についてはもうほぼ300を超えるものはない、100から200前後というような、状況になっておるということでございます。宇都宮綾さん。はい、分かりました。まあ、平均ということですけれども、平均で、抑えられてないものもあるかと思うんですけれども、そういった匂いというのは、実際にどういったものの匂いなのか、お示しいただきたいのと、それと、やっぱりしっかり改善をしていくということだと思うんですけれども、具体的にもう少しどういったことをすれば改善につながっていくのか、伺いたいと思います。前田産業経済部長。まあ、やはり、まあ、日本につきましては、まあ、動物の匂いかなというふうに思っています。いう中で、まあ、去年度、地元さんともお話の中で、まあ、週3回の投入というような形で、できるだけ、まあ、量を調整しながらという形でやっておりまして、まあ、今年度もそういった取り組みを、いたしております。まあ、施設に、匂いが充満するような形ではない、やり方といいますか、そういう形での手法を今は取っておるということでございます。まあ、ただ、そういった処理する頭数というのが、まあ、増えておりますので、まあ、死骸処理も含めた、対応しながらという状況かなというふうに考えております。以上です。宇都宮綾さん。わかりました。でしたら、有害鳥獣処理施設の、設置前には、設置予定の自治会に対して、ほとんど匂いはしないとの説明をされておりましたが、ほとんど匂いはしないということは具体的にどういったことなのか、お伺いをしたいと思います。前田産業経済部長。有害鳥獣処理施設導入前に、おきます、地元自治会への説明では、先行して導入されてます、他県の施設の施設を例に、挙げさせていただきまして、匂いセンサーによる、簡易測定での、建物内臭気レベルとして、まあ、20ということでしたので、まあ、それをお示しさせていただいておったと。いうことでございます。宇都宮綾さん。はい、今伺いましたけど20ということだったんですけども、まあ、はるかにこれを超えている状況なので、やはりほとんど匂いがしないというよりは匂いがかなりあるというレベルじゃないかと思うんですけども、このほとんど匂いがしないといった状態にするには、どのようにするのか、期間も含めてお答えください。前田産業経済部長。先ほど令和5年度が153という数値をお答えさせていただきました。で、5年度の状況で最大の数値っていうのがそれぞれのその月300ぐらい、300から400っていうことなんですけども、まあ、平均で150まで落ちておるという状況です。で、まあ、そういった状況の中で、この6年度も、さらに改善されております。で、まあ、まずは先ほど申し上げました、まあ、投入の回数、まあ、もっとね、処理をしたいところではあるんですけれども、まあ、今は、週3回と、いうものを、守らせていただきながら、匂いを抑える形の処理をその対応をしていきたいというふうに考えております。宇都宮綾さん。ですね、ちょっともうちょっと具体的な計画が見えないと、まあ、今年度はこうでしたみたいな報告が続いていくのかなと思うんですけれども、
今現時点ですね、じゃあこういった、まあ、週に3回ということで、まあ、回数が減れば、まあ、処理の匂いも改善していくということにはなるんでしょうけれども、回数を減らすということはそれだけ、取れている獣害が増えているという認識がある中で、またそれは市街のところで処理をしていくということで多額な費用がまた発生してくると考えるわけですけれども、やはり、具体的にもう少し、何年までにということで、お考えなのか伺いたいと思います。というのが、今年度から職員さんも使ってされているわけですけれども、その辺、もう少し具体的に伺いたいと思います。前田産業経済部長。はい、まあ、今年度職員中心に、対応しております。で、並行しまして、まあ、これまでから、議会の方でもお答えさせていただいておりますけれども、まあ、死骸処理も含めてなんですが、現在の場所、そこでの、まあ、増設はなかなか難しいかなと思うんですけども、まあ、移転の部分であったり、そのあたりの検討を並行して進めておりますので、いつというところまではちょっと申し上げられませんけれども、まあ、できるだけ早い、検討材料を集めて、対応は考えていきたいというふうに考えております。以上です。宇都宮彩さん。まあ、移転の方もということで分かりました。以上で、私からの質問を終わります。ありがとうございました。